アニメーション、まあ、東映アニメーションですね、まあ、ディズニーを、元に、まあ、戦争を終えて日本が戦争に負けてすぐにこう始まった全く新しいビジネスだったのね。あの戦争に負けて、まあ、子供たちを勇気づけるということで東映アニメーションができたということです。僕がずっと東映アニメーションを見てたので、例えばスラムダンクとかドラゴンボール Z とか、あとデジモンですね。僕もちょっとイラストも描くので、まあちょっと勉強がてら見て描いたりとかして、はい、いましたね。今回CGI で作られるっていうことで、まあこう前の方にはちょっと受け入れられないこともあるかもしれないんですけども。でもやっぱ今回やっぱ新しい世代のために作るっていうことだと思うので、そこにはやっぱり興味があります。東映アニメーションはやっぱりターゲットをあくまでも子供と子供たちの、まあ、元気が出るアニメを作るということですね。それがもう絶対ブレちゃいけないと思うんです。やっぱり友情、努力、勝利っていうこのフレーズは非常に好きですね。それをまあ子供たちにこう伝えることがアニメの愛だと思ってます。That radical。 はい、今日コスモお持ちですか。まあ70歳になって消えかかってますけど持ってますまだ。まあ一番こう映画が完成したりテレビが完成された時は解き放たれるというか、ストレスが、それまではストレスの塊ですから、まあアニメを作り続けるコスモじゃないかな。セイヤ。Burn your Cosmo. Sensei ya, 少年はみんな Sensei ya. Oh yeah. こんな感じです。